石橋楽器池袋店小場でございます。今回はですねジャズマスターですね、音作りについてお見せできればなと思います。つまみやらスイッチやらたくさんついていたりですね、音作りの作り込みが非常にできる楽器ですので、ちょっとそういうアイデアをいくつかご紹介させていただこうと思います。ではまずですね、プリセットスイッチを使った方法ですね、やってみようと思います。では今の音どういう風に作っていたかご紹介させていただこうと思います。1個ファズフェイスを通しているんですが、特徴といたしましてファズフェイスをつないでボリューム全開にしている状態ですね。かなり歪んだ音になっているんですけれど、ちょっとだけボリュームを絞るとボリュームを絞ってあげると一気に原因が落ちてかっこいいクランチトーンが、こんな感じで出ます。フロントの時は、ボリュームが全開の状態なので、こんな感じのまあファズーという感じの、はい、非常に激しく歪んだ音になってるんですが、それをもうプリセットスイッチでこっちにすると、まあ、こういう綺麗なクランチになりますよというセッティングですね。で、他の部分のどういうアンプのつなぎ方をしているかというところもご紹介させていただきます。1個目にコンパクトエフェクターのラットのシミュレーションで歪みを作って、その後ろにアンプがあって、で今回はアンプはクリーンのセッティングになってます。でそこに、ディレイと、リバーブをかかってるんですけど、まずちょっとアンプだけの音から聞いていただきましょうか。音を足します。ディレイですね。ディレイは、普通のデジタルのシンプルなディレイですね。リバーブなんですが、少々特殊なリバーブを使ってます。 HX ストンプの中にあるパーティクルバーブという機種ですね。簡単に言うと音が鳴り続けるような感じのリバーブでして、聞いてみてください。わーんと後ろで鳴っているような感じのリバーブを、鳴らしています。ファズフェイスをつないで、こんな感じで演奏してました。あまりプリセットスイッチ使わないという方もいらっしゃいますが、特にこうファズと絡めてあげることでですね、音色のバリエーションが非常に広がるのでですね、プリセットスイッチぜひ有効に使ってみてください。続きましてジャズマスターのかっこいいサウンドの一つだと思います、歯切れがいいサウンドが出るところを聞いていただこうと思います。どんな感じで音を作ってるのかでは一緒に見ていきましょう。オレンジのシミュレーションをしているマンダリン80というやつを使ってますね。アンプだけだとこんな感じの音になってます。
っているのがメイプルシバンに、アッシュボディのジャズマスターなんですが、歯切れのいい音が出ていますので潰さない程度にドライブを、アンプだけでもかけてます。その前にディストーションをあんまり歪ませずにかけてます。マクソン SD9 のシミュレートですね、ヘッジホグ D9 というディストーションかかってます。この機種はトーンを上げると高音ばっかりになっちゃって低音がなくなってしまうので、そこの塩梅いいところを見つけるとですね、歯切れのいい音が出ます。巻き弦のキャリンキャリンとしたところとかですね、バネが響いてる感じとかですね、ジャズマスターの強みが生きた音色だと思います。リードを取るときにロータリーのシミュレーションというのをかけている、こう聞いたことのあるような音色がありますので、ちょっとそれもやってみましょうか。一気にリードっぽいサウンドになったかなと思います。ではですね、ジャズマスターのこう太いサウンドを生かしたですね、こうクリーンのアルペジオ系のサウンドを聴いていただこうと思います。アンプは今回ボックスの AC30 のモデルを使っています。歪みをちょっとだけ足してあげて、とモジュレーションのディレイをかけてます。ディレイの音だけを聞くとこう音が揺れてるだけなんですけれど、元の音と混ざることでコーラスがかかったような、残響が得られるディレイですね。プラス、スプリングリバーブを足して、非常にシンプルな音色にはなっていますけれど、その分ですね、ジャズマスターの元の音色の太さだったりとか、こう持っている金属的な質感とかですね、そういうものが、ストレートに前に出てくるような音色になってます。はい、それとですね、今回ジャズマスターということで、あのアームがついてまして、これをもう握りながら、コードを弾くと、こんな感じのアームを握りながら弾いてあげることで、非常に不安定なこう音程がかえって心地よいようなコードのサウンドになりますので、ぜひ、ジャズマスターのアームですね、使ってないという人は、活用してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。ジャズマスターはですね、ボディ材や指板材、あとはパーツ構成だったりでですね、出てくるサウンドかなり違います。どういう音が出したいかによってですね、音作りの時にはこういうところを気をつけるといいですよというところが変わってきますので、ぜひ、そういうご相談もですね、受けていきますので、もし困った場合はですね、ご相談ください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。こちらの動画参考になった方は、グッドボタンぜひお願いいたします。石橋楽器池袋店のコバでございました。ありがとうございます。